何かあったの？そうらしい。城の入り口に集合だ。また外を眺めていたのか。眺めているといろんなことを考えなくて済むから。いろんなこと？巫女のこととか、自分が本当にネウィリの子孫だったこととか。俺を責めないのか？なぜ？俺はレナス・アルマを破壊した。茨からの解放は目前だったのに。どうして破壊しようとしたの？あれを見た時、昔のレネギスでのことを思い出した。気がついたら体が動いていた。すまない。それほど辛い記憶だったということだわ。それに破壊されたとは限らない。あの赤い女と一緒にどこかに消え失せただけかもしれない。だけど、ならどうしたら。無理しないで。いいの。あなたは私を連れ戻してくれた。今はそれで十分よ。行きましょう。みんなが待ってるわ。城の入り口に集合だったなあ、シオン。そのダメ。悪かった。ごめんなさい。でも近寄りすぎると危ないから。茨のことなら少しくらい耐えてみせる。そうじゃないの。そうじゃなくて、ごめんなさい。何でもないわ。茨の他にまだ何かあるのか。それは何でもない。何度も言わせないで。悪かった。じゃあ俺先行ってるから。
謝った。君たちか。私が最後かと思ったわ。そういうあんたこそまたキサラが怒るぞ。違いない。ボルラーンが倒れてから一月、いい加減何か動きがあっても良さそうなものだが、レネギスは沈黙を守ったままだ。結局ボルラーンの死体は行方知れずだ。例の赤い女もあれきり姿を見せない。あの時闇を核に6つの属性でレナス・アルマが生み出された。私が聞かされてきた5属性ではなく、君たちは知っていたのか。レナス・アルマの属性のことか。まさか。私も闇のマスターコアが存在するとは知らなかったわ。では巫女の力は。それもあの時初めてよ。自分にあんな力があるなんて。俺もあんなことが起きるとは思いもしなかった。王と巫女か。操った赤い女もだが、相変わらず謎の多いことだ。精霊力の制御に関わる力、広い意味では精霊術なんでしょうけど。精霊力といえばレナス・アルマの誕生で他のマスターコアが失われた中、火のみが残った。これも巫女の力の働きかもしれんな。炎の剣はまだ使えるのかね。一応な。レナス・アルマにほとんどの力を持っていかれたが、その程度には残っていた。今はまた私の胸に収めてあるわ。結構、当座はそれで差し支えなかろう。何にしても今は目の前の問題が先よ。行きましょう。おい、シオン。城の入り口に集合だと聞いている。こちらが今回相談があるというグナイだ。ちょうど今から話を聞こうとしていたところだ。分かった。何が困っているのか教えてくれ。お腹が空きました。お腹？配給はどうした？ないのか？あります。量が足りないってことか。いいえ。なら何が問題なんだ。まだここの人たちは素早い受け答えに慣れていないんだ。ゆっくり話せ。ああ、そうだ。配給の量は十分でも足りていない。どうなってるんだ。お腹が空いています。それはもう分かったって。ひどくまずかなのか。
わかりません。食べていないので味はわかりません。食べていないって？じゃあその食料はどうしてるんだ？城に運んでいます。なぜ？ああ、まとめて尋ねさせてくれ。あんただけか？私の班の全員です。相手の名前はわかりません。食料を持ってくるように言われました。俺たちの誰かだ。さすがにわかるのか？もしかして恐れていたことが起きているのかもしれない。この町の人々は少しずつ自分の意志を取り戻しつつある。人より先に意志が戻ってきた奴が他の奴の食料を取り上げているのか？ああ、放っておくわけにはいかない。城を調べよう。まだこうしろって言われたら従っちゃうんだね。叩き込まれた習性が。時間がかかる。彼らのせいじゃないと。なあ、俺たち何やってるんだろうな。何って人助けじゃない？けどさ、なんかこういろいろ半端になってるだろ。やっと解放されたってのに、ペレギオンの連中は指示がないとなかなか動かないし、ボルラーンの手下どもはどこに消えたかもわからないし。そんなことわかってるよ。でもやれることやるしかないじゃない。私たちここから動けないんだから。それにツルドさえ倒せば全部解決なんてありえないってこと、これまでも見てきたでしょ。リンウェルの言う通りだ。やった以上やりっぱなしってわけにはいかないしな。そりゃ壁を壊してそれで終わりってわけにいかないのは俺だって分かってるつもりだけどよ。これで戦いが終わりってわけでもない。レネギスだってまだ健在なんだ。落ち着かないんだよ。来るなら早く来いってんだ。やめてよ。そう言ってるのに限っていざ来たら後悔するに決まってるんだから。どうしたの？ああ、装甲兵でも見えないかと思ってな。装甲兵？ボルラーンの兵隊のこと？あいつら、俺たちがボルラーンを倒したら城どころかペレギオンからもあっという間に姿を消したもんな。良くも悪くもダナ人の面倒を見てたのが一斉にいなくなったせいで、町がどうにか暮らせるようになるまで本当大変だったぜ。勢力としてはまだ十分な力があったはず。それが揃って行方をくらませてそれきりだ。もうスルドだって残ってないし行くあてもないはずだよね。レネギスってことはないのかな？全くないとは言えないだろうが、やはりどこかで反撃の機会を伺っている可能性が一番高いだろうな。ペレギオンの住民も自分で自分を守れるようになるのは当分先だろうし、頭が痛いぜ。まったく。今日の飯、塩が薄くなかったわ。素材の味を生かした良い味付けだと思ったが。ロウは子供舌だから味が濃くないと食べた気がしないんでしょ。なんだよ、バカにすんな。塩がなきゃ人間生きていけないんだぞ。確かに塩気が足りないと体力が落ちるというわね。カラグリアじゃそれで岩を舐めている者がいたっけな。岩を舐める？なんだそれ。塩味のする岩が時々見つかるんだ。奴隷の涙が染み込んだ岩だと言われていた。それはおそらく岩塩だ。配給が満足に得られなかった頃、ミキューダ兄さんが見つけて持ってきたことがある。あの頃は間に合わせのものとして使っていたが、今は普通の塩よりむしろ味に深みがあって使っている。この辺りでもその岩塩が見つかるのかね。はい、少しコツがいりますが、見つけたら砕いて補充するようにしています。取れる土地によってそれぞれ味わいが違うので、それで何を作るか考え出すと止まらなくなります。キサラも結構凝り性なんだね。根が生真面目だからな。
あまり負担をかけないようにしよう。なんだと？なんだこいつら、俺たちのことが分かってないのか？ああ、まるで町のダナ人たちだと思っているみたいだ。なんであれ、あのボルラーンの兵、油断するな。
んと。おお。さて、信じられないくらいあっさりしたかったな。序列に従ったのは私。とにかくこれで解決だといいんだな。あの兵士たちにはおとなしくしているよう強く言っておいた。しばらくは大丈夫だろう。レナ人はそういうものだと聞いてはいたが、スルドの権威というのは大したものなんだな。ほどほどにボルランの呪縛が解け、かつほどほどに自我が戻っていなかったからできたことだ。この一月に我々が町を留守にすることもあったのを思えば、運が良かったと言ってよかろう。ですが、それなら彼らが自我を取り戻してもダナ人のように解決とはいかないのでしょうね。ああ、自分で奴隷を虐げるレナに戻るだけだろう。メナンシアとは違う。むしろそこからが本当の問題か。それを言えばダナ人同士だってそうだが。そうだな、今回だって結局は戦いありきだった。しかもあなたにスルドの立場を使わせることになりました。ああしなければさらに血が流れていた。気にするな。それでそのレナ兵はどうなるのですか。質問は。装甲服を外して閉じ込めてある。これ以上あなたたちに何もできない。死なない。彼らは死なないのですか。何。彼らは私たちを騙した。悪いことをした。その前にも私たちを苦しめた。何年も何年も何年もずっとずっとずっといっぱい死んだ。親も子も兄弟も友も皆死んだ。殺された、溶かされた。奴らレナに。なぜ私たちが死んで彼らが生きている。レナは死ぬべきだ。残らず殺すべきだ。グラン、俺もかつてあんたと同じレナを憎む奴隷だった。レナを倒そうと剣を取り、ここまで来る間にいろんな人たちと出会い、いろんなものを見てきた。運命に抗おうと戦う奴がいた。大事な肉親を失った奴、それでも理想を追い求める奴がいた。憎しみに駆られながら踏みとどまった奴と、それができず死んでいった人たちもいた。人を喜んで傷つけるようなやつがいて、俺はそいつらを敵として戦ってきた。だがある時気がつくと、俺の敵はレナじゃなくなっていたんだ。ならばあなたは何と戦っているのか。誰かのものを力ずくで奪おうとするやつだ。それがレナでないなら何だというのか。一人の誰かだ。レナでもダナでもない。いいこと悪いこと、何かするのは全部誰かなんだ。確かにお前の言う通りだ、アルフェン。私たちはつい個人の罪を絶対に、全体の罪を個人に負わせてしまう。憎しみで憎しみを超え太らせてしまうんだ。私はあなたたちが憎しみ合わずに済む社会を作る手助けをしたい。だがそのために血を流しては憎しみを深めることにしかならないと思う。分かった。
あなたたちは私たちに考え、物言う力を取り戻してくれたのだから。我々を信じるというのかな。レナ人を信じるのではない、あなたたちだから信じるのだ。分かった、必ずその信頼に応えよう。どうしたの、キサラ、何か問題？いや、少し考えていたんだ、この国の人たちのこと。どうやって自分で考えられるように戻すかって話か。目下の課題はそれだが、より深刻なのはその後なのではないかという気がしてな。自分たちが受けた仕打ちを自覚した時、彼らは何を望むと思う？報復か。ガナス・ハロスは極端な形かもしれないが、多かれ少なかれどの国にも存在する問題だ。レネギス抜きでもレナの残党だってまだあちこちに潜んでるしな。そんな、せっかくスルドを倒してもそれが原因でまた争いが起きるなんてあんまりだよ。そうだな、放っておけばまたどこかで血が流れる。そんなことはもうごめんだ。レナの支配にはまだ謎がある。それがどんなものだろうと終わらせなきゃならない。だが一つはっきりした、どう終わらせるにしてもそれはただダナの恨みを晴らすためのものであってはいけないんだ。そうは言ったってどうすればいいんだ。恨みのもとはなかったことにはできないんだぜ。痛みを受けた者に忘れろとは言えない。簡単に答えが出せる話ではないな。でもそれでもやらなきゃ。ずっといつまでも傷つけ合うなんてそんなのダメだよ。ああ、スルドブリガー、300年の支配、それに続くダナとレナの歴史、何もかも俺たちで背負うことは難しいかもしれない。だが少しでも流れる血が減るよう一つ一つ対処していこう。とにかく一仕事終わったな。いや、問題を抱えている住人がまだいるかもしれない。もう少し付き合ってくれ。自分で考えるっていうのは大変。いいことばかり考えるとは限らない。それでも人形でいるよりはいいはずだ。私はできる限り彼らの助けになりたい。